はいどうも、カレンでございます。今回はですね、数日前に僕もツイッターで知ったんですけども、あのテラフォーマーズがようやく復帰が決定いたしました。いやー、本当にね、めちゃくちゃ待ったというかね、好きな漫画だけにね、こんだけ、結構待ったなっていう感覚になってしまうっていうのは、致し方がないことじゃないんでしょうかね。振り返ってみるとね、春ぐらいに確かね、休載が決まって、まあ、原作の佐坂先生がね、入院するということで、その入院期間もまあ、多分ね、考慮して、まあ、長期休載になったってところなんですけど、復帰予定日は秋やったんですよね。秋に復帰する予定やったんやけど、まあ、やっぱり長引いてしまって、まあファンからしてもあれいつ持ってくるやろみたいな、僕もファンですからどうすんかなーって思ってたら、でまあ今年中に復帰はできないんですけども、2018年の4月に復帰が決定ということでね、まあやっぱりね、春から休んでまあ秋ちょっとまあ入院したとはいえね、短いっちゃ短いっていうかね、それはもう正直ね仕方ない部分だとは僕的には思いますし、まあこうやってね戻ってくることが決まったってだけでもやっぱりファンとしてはめちゃくちゃ嬉しいことなんですよね。僕自身も含めてどこまでテラフォーマーズ進んだのか、どこで終わったのかっていうのをね、ちょっと自分なりに少し振り返ってみようと思い、その中でもちょっと ここが今後どうなっていくんやろうなって気になっていく部分も含めてね、ちょっとだけ話したいかなと思います。3つ気になるところで言うと、やっぱり一番上のね、一郎対、小吉、あの昼間一郎対ね、小町小吉というね、バグズ2号の唯一の生存者っていう2人がぶつかることになるというね、これはもうテラフォーマーズ史上初めてだったってことで、ちょっと言うとね、小吉が中国に囚われていて、まあそのね、救出するのに、まあ普通に考えたら、カリとかそういった部分のキャラクターが行くんだと思ってたら、総理大臣の一郎自らね、救出に向かうということで、こっからバトルが始まるんやってところで、長期休載になってしまったということで、やっぱここの一番上のところはね、めちゃくちゃ気になる部分だと思うし、どういったところが感情入り乱れるんかなっていう部分も、めちゃくちゃ大事になってくるんだと思いますよね。2番目のね、草間朝太郎対インボーカー、まあインボーカーっていうのはテラフォーマーズが、まあ、いわゆるリーダー格みたいなやつなんですけど、まあ、ここもねまだちょっとはっきり分かってないというか、陰謀が勝ったんかなぐらいなんですよね。まあ、そこでちょっと終わってたんですけど、昨日親玉ようやく見つけてこんなすぐにね、逃すってことも考えられないんじゃないかなって、まあ、ここもすごくねいろいろ想像したくなる部分だと思うし、バトル自体もねはっきりとは分かってない分どうなったのかっていうところもめちゃくちゃ気になる要素だと思います。そして一番最初、染谷はどこへ向かったのか。染谷達弘、ジャパンランキング2位のね、めちゃくちゃごついやつなんですけど、あいつが結局ね、バイクでどこ行ったんかなっていうのが全く予想できなくて、ゴキブリどもが日本に来たけど、まあそのね、一部は大丈夫っていうかね、一部は完全制圧したけど、逆に、まあ、ソミヤが向かってるところが大丈夫なんかなっていうところが多分ね、読者かっていうか僕自身もね、そこが気になってる部分だと思うし、まあ、どこがやられたらね、日本はピンチなんかってこと考えたら、僕の予想ではまあ、原子力かなとか、原子力発電所とか、まあそういった部分がね、ちょっとね、いや、まずいんじゃないかなっていうのが勝手な想像ではあるんですけど、彼本当にね、どういったベースなのかわかんないし、そこもそこでね、めちゃくちゃ気になる部分だと思いますし、まあ日本に来た、まあ、テラフォーマーの中でもちょっとね、他とは違う奴らもねちらほら出てる部分、そいつらと戦うってところもやっぱ面白くなると思いましてね、この3つはちょっとね戻ってきた時にどうなるんやろうって、今のところね僕の時にはね一番気になってるとか気になってる中の 3項目はこういう風になっております。いやーやっぱ一番いいところでね、長期休載に入ってしまったんでね、嘘やろと思った。その時はねもうめちゃくちゃショックだったし、そっからも秋になって、まあ、ちょっと忘れかけてたけど、あれでも冬に差し掛かるあたりにもうテラフォーマーズあれどうしたんかなと思って、まあそこら辺で多分ね他の皆さんも気づいたと思うし、うん、なんか秋に復帰予定とか言ってなかったかなと思って、やっぱりそこがずっと気になってて、まあまだまだ、先にはなるんですけども、まあ来年の4月、まあまだちょっとね時間はかかるということで、まあそれでもねやっぱり今のヤンジャー本当にね面白い作品ばっかりというか、キングダム東京グルとね、テラフォーマーズと同じぐらい人気を誇ってる作品もあるし、
粒揃いといえばね、やっぱゴールデンカムイとかかぐや様を告らせたりとか陸道とか文語とか、まあまあ結構いっぱいあるしね、ヤンジャイマン作品ね。でまあ前も言ったんですが、僕のね新連載紹介させていただいたんですが、あの2作品も本当に面白いと。ここでテラフォーマーズ戻ってくるとね、ヤンジャン一層ね、強固な、ラインナップになるんじゃないかっていうのがね、僕は個人的にねそこが一番言いたくなるところだと思いますし、やっぱりねツイッターで知った時は本当にびっくりもしましたしね、めちゃくちゃ嬉しいっていうのがやっぱりね第一印象だったということで、いやー本当にね、救済作品っていうのがね復帰するとねこんだけ嬉しいっていうのは、やっぱりねあんまり経験がないっていうかね、救済作品が復帰するっていうのはハンターハンターぐらいしかね思い浮かぶところはないんやけど、僕的にはね、まあ今後もね救済作品が、まあ特に僕がね知ってるやつっていうかめっちゃ好きなやつに限るんですけど、まあこういう風に復帰が決まったらね、まあ曜日に合わせるか、あるいはもうすぐ上げたいって時はもうすぐ上げさせていただこうかなと思いますので、まあそちらの方でもねぜひともご視聴の方よろしくお願いいたします。本日もご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録とツイッターのフォローもどうぞよろしくお願いいたします。それでは、バーイ。